習で王様気取りのエンバペ、モドリッチ兄貴に制裁される。エンバペがロンドの中央の役割を拒否した。しかしモドリッチが彼をそこへ連行した。エンバペは練習ですら守備をしたくない。彼がルカから学ぶべきことはフットボールに対する姿勢だ。ムバッペはスピードがあるのでボールを素早く手に入れることができるはずだ。素晴らしいキャプテンシー。いい化学反応です。彼らには活発な競争心があり、トレーニングの明るい雰囲気が見られるのはこのような瞬間です。これは最高の選手であっても、時には少しの刺激が必要なことを思い出させてくれる良い例です。モドリッチの遊び心のある指導は彼の競争心を表しています。練習中にトップ選手の明るい一面を見るのはいつも楽しいです。まるでモドリッチが父親みたいだ。キリアンは30歳に近づいているが、子供のように振る舞っている。我々は彼を殴って懲らしめるしかない。よくやったモドリッチ。インターナショナルブレイク後のレアルで問題となるのは怪我ではなくチームの雰囲気だ。カルロ・アンチェロッチもこの爆弾をどう扱うだろうか？本当のスタートは何か？教えられるのはルカだけだ。